どうも、小池です。どうも、それです。はい、皆さん、今週のジャンプでですね、とんでもないことが発覚しましたね。はい。はい、いつか再登場する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 と言われていました。クロコダイルさん。ミサワンね。の現在がですね、判明しましたね。すごい。はい、なんとですね、バギーが4個と呼ばれる理由となった出来事がついに判明ということで。なんと現在、バギーさんはですね、クロコダイルと未報告を従えているということで。従えてんのか、なんか共にやってんのかよくわかんないですけど、まさか初期の最強キャラ2人じゃないですか、クロコダイルとミホークなんて言ったら。いや、すごいよね。だってさ、トガ君もほら同系のバギーの T シャツ着てるけどさ、ちょっとバギー感ありますやん。はい、トガ君が YouTube 始めて、ヒカキンさんとはじめ社長さんとか従えてるの一緒ぐらいのインパクトだよ、これは。びっくりする、ほんまに。そういうことでしょ、だってこれは。 QD パイもびっくりするわ、ほんまに。びっくりよね。そしてそのバギーが設立したこれ会社でいいのかな、会社こそがクロスギルドという。そうね、海兵になんと懸賞金をかけるというね、ほんと世の中がひっくり返ってと言っても過言ではないような驚愕の事実が発覚ということで、とんでもない発想よ ねそんなわけでクロコダイルさんといえばですよ、ホールケーキアイランド後に意味深に新聞を読むシーンがまあありました。確かに、まあ、何度か描かれてて、まあ、情報収集してるようなイメージね、常にね。はい、で現在は新世界にいる以外何にも分かってなかったんですよ。そう、ミスター・ワンと一緒にいるということは何となく分かるんだけど、かなり久しぶりにその動向が明らかになったわけなんですね、今回はね。はい、じゃあそもそもなぜミホークやクロコダイルがバギーの元についてるんですかって話。謎謎。なんでだと思います？洗脳されてる。え、どういうこと？一周回って洗脳されてもだ、バギーに。え、そんな力の？そう、ワンツージャンゴ以上の覚醒したバギー、洗脳の力に。何をもってして覚醒だったよ、それは。いや、分からへんけど、適当なこと言った今。適当なこと言ってる。で、他にも謎あるんですよ。七部海撤廃後にバギーって追われる立場やね。みたいな、ハンコックとか分かるよ、めちゃくちゃ強いから。そうね、多分逃げただろうなとか思うんやけど、ちょっとバギーがその海軍のね追ってから逃げれるのみたいな。はいはいはい、はい、どうやって逃げたんっても実は分かってないわけじゃないですか。そうなん。しかもですよ、バギー海賊団、まあバギーズデリバリーもやってましたけど、なんでまた会社を設立してそういうことやってるのか。そう、はい、それ全てが謎なんですよ。確かにね、はい、まあ、詳しく読み込めば、クロスギルドに関するヒントはすでに描かれているのではないかと、まあ、思ったので、ほう、はい、今回はお届けしたいと思います。なんすか、バギーとドラゴン実は手を組んでる説。ドラゴンってルフィのお父ちゃんの。お父ちゃんの。はい。なんで？今回ね、クロスギルドについて考える上で一番最初に思い出していただきたいのがあるんですよ。はい。こちら見てください。こちらはですね、45巻のロビンのセリフなんですけど、世界政府について説明しております。海賊は自分から政府や海軍を襲うことはないけど、今世界政府を直接倒そうとしている力があるの、それが革命軍ということなんですね。で、このロビンのセリフから分かる通り、実は45巻の時点ですでに海賊は通常自分からは海軍を襲いませんよってことが分かってる。白ひげですら海軍から逃げてましたもんね。基本逃げるものなんですね。そう、まあ、現実世界でもそうですよね。いちいちそのマフィアとかも警察に挑むことはしなくていいわけじゃない。確かにね。ね、ついての事実、世界政府を直接倒そうと動くのは革命軍であることということなんですよね。この2つの情報が常識としてすでに描かれているということです。はい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 、はい、であれば海兵に懸賞金をつけているクロスギルドというのは海賊であるバギーの策としてはめちゃめちゃイレギュラーな行動になるんですよね。確かにね。はい、つまり本来その目的を果たすべき団体、世界政府打倒を目的とする革命軍が裏で糸を引いている可能性考えれませんか。でも確かに資金源とか謎なんですよね。そうなんですね。海賊の懸賞金は多分税金から払われてると思うんですけど、うん、そうなんですよね。海兵の懸賞金ってどっから出てるんっていうねえ、うん、それもなんか謎なんですけど、まあ、バギーだったらバギーズデリバリーで儲けたお金とか、七部会の時になんか懸賞金ちょろまかして全部ないないしてたとか、もしくはなんかキャプテンジョンの財宝で手に入れたとか、まあ、いろんなことが推測できるんですけど、でもそれ手放すような性格でもないじゃないですか。そうなんだよね。だからその目的もちょっと分かんない、バギーらしくないっていう感じしませんか。そう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 。でもってその革命軍って言っても今そのサボってちょっと中途半端な立ち位置にいるんやけども、なんか革命軍から孤立しちゃった感じありますよね。最初はサボとバギーが組んでたらちょっと面白いかもっていう妄察から始まったんやけども、サボって今五校には別に君臨してない、まあ、4校に入ってないし、もちろん革命軍とは違う革命の仕方をして今フューチャーされてるから、そう、ね、あえてここでバギーとの結びつけがのいうのは匂わせなかったから、あえて違うと思ったらちょっとないがしろにされちゃってる革命軍かなっていう風にちょっと目をつけました。はい、そんな感じで物語に散りばめられたクロスギルドと革命軍のつながりについてちょっとお話ししていきます。はいはい。バ
ギーとドラゴンの接点。今回そのクロスギルドの全貌が描かれるのって、まさに今だよね、ワンピースの最終章だからこそだと思うんですけども、その最終章について尾田先生が2018年のジャンプフェスタでこのコメントを残しております。来年中には皆さんにワンピースの世界に潜む伝説を一つ紹介することになるでしょう。それはルフィたちにとって過去最大の敵となって我々の間に立ち裸ってくることになります。白ひげが関係してくるかもしれません。あ、喋りすぎました。頂上戦争、あれが可愛く見えてくるなんて信じられますか。ロックスのことっぽいなっていうイメージもありますけどね、この有名なね、年末恒例の尾田先生の来年の匂わせなんですけど、そう、まあ、和の国編の次の最終章についてのヒントになるんですね、これがね。なるほど。そう、和の国のヒントではないん でその頂上戦争が可愛く見える戦いについては97巻の SBS でこのように回答されております。今和の国盛り上がってますけども、ルフィが無事ここを出港できたなら世界的展開、誰も読んだことのないような大興奮な物語、ワンピース史上最も巨大な戦いを描くことになります。確かにね、はい、ということなんですね。カイドとビッグマムの4校同士の海賊同盟っていうのすっげーでかかったよ。いや、よかったよ。これもすごかったよ、ね、過去最大の敵ですからね。そう、それよりもすごいんでしょ。鬼ヶ島の討ち入りのことではないとすると、この後に描かれる最も巨大な戦いっていうのはえぐいんじゃないのと。ということで、ジャンフェスと SBS2 つの尾田先生の発言から、現時点で和の国編号の最終章で出てくる麦わらの一味の敵に関してすでに分かっていることは以下の3つなんです。それが、ワンピースの世界に潜む伝説が過去最大の敵となること、その伝説には白ひげが関係していること、頂上戦争が可愛く見える最も巨大な戦いが起こることの3つですよね、はい。そして最終章でルフィたちの敵であり白ひげも関連している伝説といえば、その2018年のジャンフェスの翌年の2019年にジャンプで明かされた海賊王ロジャーの最大の敵、覚えてますか。ロックス。そう、ロックスなんですよね、はいはい、伝説の海賊と言われたに関わってくるというのが多くの読者の多分感想というか、そうですね、はい、僕もそう思いましたね。予想しますよね。まさにこのロックスこそが鍵となって、まあ、今回のバギーの動向につながっているんじゃないかと。実はロックスとバギーは現在大きく2つの共通点があることに気づいていますか。強い奴らがいっぱい仲間になってる、まあ、それはそうなんだよね、バギーが元七武海のミホークとクロコダイルを味方につけたように、ロックスも白ひげ、ビッグマム、カイドウの3人を味方につけていたということ。ロックスってさ、世界の王を目指してたわけだけど、強さってちょっとなんか謎じゃん。分からへん。もしかして弱いみたいなことの説もありますけども、ありますね。少なくとも傘下にめちゃくちゃ強いやつがいたのは事実ですからね。ですよね。で、続いて2つ目の共通点、バギーが設立したクロスギルドが海兵に懸賞金をつけているように、ロックスもテロ組織のように世界政府に牙を向いていたこと。あえて世界政府とか海軍には手を出さないのが海賊のルールというか、まあ、確かにね、自由にやりたいはずなのに。でもそれでも上を目指して食ってかかるところらへんは似てるな。だってロジャーとか白ひげのことを知っててそれやるってよっぽどですよね。よっぽどやね。ロックスのやり口も知ってるでしょうからね、バギーは。そうなんですよね、まあ、この2つがその共通点なんですけど、ここから最終章にバギーが立ち上げたクロスギルドは、ロックス海賊団をかなり意識してて、まあ、オマージュするか被せてくるようになるんじゃないかというふうに思いました。ということで、最終章ではバギーがロックスの後継者としてルフィの前に立ちはだかるという展開をちょっと考察として広げています。もしかしてロックスの息子、ちょっとその辺もちょっと触れていきますが、はい、この話がなぜそのクロスギルドと革命軍の話に関連してくるかと言いますと、革命軍の総司令と言ったらドラゴン、そう、モンキー D ドラゴンさん、はい、ルフィのお父さんなんですけど、ここが大きく絡んでくるからなんですよね。どうですか。以前の動画でもちょっと話したんですけども、はい、結構巷でも言われていることですが、実はドラゴンもロックスにかなり共通点が多いキャラであるんですよ。まず一番わかりやすい説、見た目かな、こちらをご覧ください、はい、やはりちょっと似てるよね、まあ、確かにね。そう、なんか髪の毛とかシルエットとかがちょっとなんか意識させるところはあるな。確かに。ドラゴンもさ、ルフィのお父さんだからなんか味方っぽく最初に見ちゃってるけどさ、ものすごい悪人かもしれない。まあありえるよね。もう表情もちょっと怖い時もあるよ。あるある。で、他にはクロスギルドと同様、その世界政府や海軍を直接敵に回そうとしてること、まあ、この2つが今あるんですけど、そしてさらにですね、もう一人ロックスとの共通点を意識して描かれている人物がいます。黒ひげですよね。そうですね、はい、黒ひげはですね、船の名前にサーベル・オブ・ジーベック号というふうに名付けている。ロックス・D ・ジーベックの名前が入ってるんですよね。そうなんですよね。ロックスと同じく海賊島蜂の巣を拠点にしていると。こういう共通点もあったりします。確かに。何かロックスと関係があるんじゃないかというのはささやかれるのはまあ当然ですよね、まあ、なんか憧れてるだけな気もしますけどね。それもある。確かにね。ここまで話をした内容で分かっていただけたと思うんですけども、ロックスの要素ってバギー、ドラゴン、
黒ひげの3人にうまく分割されてると思うんですよね。はい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 、はい、で次にちょっと考えたいのがロックスのライバルだったロジャー。実はロジャーもその要素がですね3人の人物に引き継がれて分割されてるんですよ。はいはい、それがルフィ、シャンクス、エースなんですよ。バジお前こっち側ちゃうか。違うんです。はい、ロジャーの麦わら帽子をルフィより先に受け継いで実際に一緒に冒険までしていたのはシャンクスですよね。そうですね。ちゃんと麦わら帽子を託された、うん、でエースは何かというと実の息子だったわけですよね。3人というところまで同じということがこの3人同士が対比して描かれてるとしたら面白くないですか。なるほど。はい、分かりやすくちょっとまとめますと、はい、新しく4校になったルフィとバギーが対比になっている、うん、新時代を待ち望んで行動しているのがシャンクスとドラゴンの対比、うん、バナナ島で決闘したのがエースと黒ひげの対比だった。はいはいはい、はい、で全ての行動がですねこの3対3で分かれることができるんですよ。いやそうですね、はい、今回和の国でシャンクスが緑牛を威圧してルフィを間接的にも助けましたよね。はい、で七武海制度が撤廃され、うん、海軍に包囲されていたバギーを新時代を作り出すため向こうサイドを助けたのはドラゴンかもしれない。なるほど。そうシャンクスのも新時代の受け継いでくれる人がだからルフィを助けました。ドラゴン号も次の新時代を託すのがバギーだとしたらバギーを助けましたね。まあありえるかもしれんよね。そう、それぞれが分かれていたとしたらと。続いてバギーが海賊団ではなく会社を設立した意味。そうよね、なんで会社なんやろ。新時代を作り出すために、うん、シャンクスがルフィを海賊へ導きましたよね。でバギーが今回クロスギルドという会社を立ち上げたことももしかしたらドラゴンが導いたことなのかもしれないと予想しました。つまり現在バギーはドラゴンと出会い時代を変える意味に気づいた可能性があるんじゃないか。だからこそ武力だけではなく財力も使って海兵賞金をかけて海軍を弱体化させようとしてる。あらがちもしかして洗脳説間違ってない。それはドラゴンがなんか筆頭っていうところはあるんだけど、まあ、そうだから言ってしまったらそのバギーではなくて黒幕ドラゴン説みたいな感じになってるんだけども、でまたミホークがクロスギルドに入った理由に関しても本当謎だよね。だってミホークって別にお宝欲しくないやろうし、そう自ら争いを起こそうってタイプじゃなさそうやん。そうでもなんか唯一僕動機としてパッと浮かんだのは狩りがしたい人だよ。あの人暇つぶしとしても狩りをしたいと。追われるのは何年ぶりだろうみたいなこといつぶりだと言ってたやんか、うん、本来は剣士としてそういうたぎるものがあるんだろうなと思ってるんだけど。なるほど。でもそれもなんとなくそれだけじゃ不十分なんで背景にドラゴンがいたら面白いなと思ったんですよ。だって今回ねバギーでその両翼のところにねクロコダイルとミホークがいるのって誰も予想できなかったことや。びっくりした。そうだったらバギーとドラゴンがつながってって予想できないことってあってもおかしくないわけ。まだね、ミホークが革命軍の幹部だったらどうですかっていうのをちょっと想像したんですよ。はい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 、はい、というのもその2年前にねバーソロミュークマいたやん革命軍の、うん、クマがゾロをどこに飛ばしました。知ってある王国跡。そうなんですよね、うん、そのミホークがいる場所に飛ばしてるんですよ。そうですね。そう当時同じその七部会であったクマがシティアル王国にミホークがいることを知らないわけない。まあまあ確かに知っててゾロをそこに飛ばしたんですよ。まあね、ゾロにとって師匠となって強くなることに意味を感じてるから。そうですね。そう、そもそもミホークは七武海であってクマのように世界政府の命令を無視してしかもかつて自分に攻撃してきたゾロをですね助けるのかと言ったらそこまで確実では本当はないんです。はい、でここで他の麦わらの一味が飛ばされた場所をちょっと振り返ってみるんですけども、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ブルックに関しては世界政府とは特に関連のなさそうなところです。そして七武海など世界政府とつながりがありそうな土地に飛ばされたルフィ、ロビン、フランキーの場合は天竜人の元奴隷であったハンコクが治めるニョガ島、革命軍が制圧する予定だったテキーラ・ウルフ、うん、そしてベカパックの研究所があるバルジモア、うんうん、など天竜人が嫌いであったり革命軍と縁があったりするサニー号を守るように密約したベカパンクの出身地だったりと、まあ、何かしらクマが安心できる要素、まあ、革命軍にとって都合のいい場所にしか飛ばしてないんで。確かにね。はい、では自然じゃないですか。じゃあちょっとミホークちょっと無理やりになるんだけどもクマの中ではまあゾロを助けるであろう確信が何かあったんじゃないか。考えるのは自然じゃないんですか。そしてミホークはまあ革命軍にちょっとまあ参加してドラゴンの息子であることを知った上で頂上戦争ではルフィをちゃんと見定めてましたね。ああ、そうしましたね。はい、まあ、そういう風なことを思ってたのかなって内心思いました。ああ、なるほどね。ちょっと相手のことを叩いてたところもちょっと感じ取れるじゃないですか。まあ確かに確かに。も最も強い力を持ってるみたいな。うーん、ということでそのバギーはもしかしたらドラゴンと出会ってたからこそクロスギルドを設立しドラゴンがバックにいるからこそ、まあ、ミホークやクロコダイルっていう強い奴らがついてるのかなっていう風にちょっと
想像しました。いかがでしたでしょうか。いや全然ありえそうですけど ね。なんかそのクロコダイルがなんか誰かに従ってるのって全然想像つかない。そうなんだよね。そう。頂上戦争の時もさ、目的のためにその一同その場に集結してるか一致してるかありますよね。でもなんかここまでなんか一個の組織になるとなんかそういうわけじゃない気もするんだよね。そうなんよね。ね。あと会社行った時法務局でよく捕まらんかったなってのは思う。いやもう関係ないと思うんですよ。会社作る時やっぱ行かなあかんやん。いやそうそう現実世界はそうかもしれないけど、ここはやっぱアングラなほらとこもたくさんあるでしょ。講座とか。あなるほどなるほど。作れますよみたいな。あなるほど。そんなん言うたらもう海賊時代できませんやん。ちょっとまあそれはそう本当に。マギーが四皇になぜなれたかっていうのはすぐ伏線が回収されましたよ、ね、いやそうですね。そう、それはなぜかというとクロコダイルとミホークが両翼にいるからと、うんうん、ただそのなぜその両翼がちゃんと仲間になって従っているのかってことについては分かってない。そういうの新たな謎がね、新たな謎が増えちゃった。そうそうそう。皆さんどう思いますか。ちょっとサボとね今ドラゴンは多分別の舞台だと思うので、サボじゃないことは分かるんですけど、まあ、そしたらドラゴンってこの後どう関わってくるのっつったらやっぱこの辺についとかないといけないかなと思うのと、なんかルフィと最大の敵って小田先生があんだけ煽るんだったらもうドラゴンぐらい言っとかないとなんかちょっと合わないんじゃないの。まあ確かに ねシャンクスが最大の敵ってなんか変じゃん、まあ、なんかそんな感じなさそうですよね。そうでさらにちょっと黒ひげっていうのがなんか分かりきってる感じがするから最大の敵って言ったらやっぱ組織だと思うんですよね。クロスギルドって今まで倒した敵とか元七部会が全員おる、うん、これね小田先生ワンチャンありえると思うんですよ。小田先生でやっぱあのジャンプ黄金世代からさ、そうすごいジャンプ多分好き、漫画好きだと思うので、ドラゴンボールでもね、過去のボスがね再登場した時はめっちゃテンション上がる。そうない。僕一番好きなドラゴンボールのね作品があって、サイヤ人絶滅計画っていう、うんうん、それはね今でこそドラゴンボールスーパーになってフリーザが再登場してゴールデンフリーザとかになったりもするんだけども、それはもうフリーザが全く出てこない前の話なんで、はいはい、それがもうフリーザとかがもう全部の今までのボスとかが出てきた作品があるんだけど、めっちゃ熱かった。そうね、でその時さあの子供ながらに思うよね。その時にはフリーザにめっちゃボコボコにされてたけど、うん、その次のボスを倒した段階ではフリーザは雑魚になるわけやんか。確かに確かに。そうだからその時の状況とフリーザが戦ったらどっちが勝つのってことでもうワンパンで倒したのよフリーザ。あーそれがなんか子供ながらにリアルな設定でスカッとしたんだよね。だからアーロンが出てきても多分ダミにワンパンされる。そうただこのワンピースにおいては多分2年間の修行とかもいろんなものもあるし、少し修行しただけでもすぐガンってレベルアップする人もいるんで、今までで歴代のボスが麦わらの一味とマッチアップしたら面白くないですか。ドンクリークが、サンジ、じゃあサンジ、じゃあアーロンがナミ、おー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 、でワポルがチョッパーとか、そういう風になっていくと実はその黒ひげ海賊団の巨漢船長とマッチアップすると見せかけて過去のボスがクロスギルドの中に出てきて過去最大の敵だったらそれは最大の敵だよ。確かにな、それはそれでちょっと見たいね。ね、もうそれこそなんかあのスタンピードの時もさ最後は僕の方が面白いものができる自信があるみたいな。はいはいはい、はい、それはそれ超えられないよねって思う。そうよね、うん、楽しみですね。楽しみです。どういうメンバーがいるかね。うん、はい、皆さんの予想や感想もぜひねあのコメントにくださいませ。今日の考察が面白かった人はぜひ高評価してください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ミホークとかクロコダイルとかもボーナス楽しみにするんかな。会社に所属してるから。あ、なるほど。ちょっとじゃあもう夏になってそうそう夏だからそろそろボーナスかなっていう。See you. Bye.